吉田さんヤクザ映画を見た帰り道ってみんななんかねジャケットを肩にかけて袖通さずにポケットに手を突っ込んでちょっと前かがみでねこうやって睨みながら歩いたりね「ビーバップハイスクール」っていう突っ張り映画を見た帰り私は中学生だったんですけどもやっぱねこうタバコくわえながらねこうやってギラギラして歩いてましたねであとは「ロッキー」っていう映画がありますけどもあれを見た直後ってあの 部屋のね、和室の上から垂れ下がってる電気のほら、紐があるじゃないですか。パチパチつけるやつ。あれでシャドーボクシングしたりとかしましたね。まあこんな風に人っていうのは、いろんなものから影響を受けて、何かになりたいと思っていたりとか、違う自分を見つけ出してとかね。今の自分じゃなくても別の自分になりたいと思うもんなんじゃないかなと思うんですよ。もちろん、いつもそうかっていうとそうでもないと思いますけども、なんかそういう風にね、ある意味憧れる瞬間ってあっていいと思うんですよ。 で私は貧乏よりもお金持ちに憧れてお金持ちになりたいと思ってお金持ちを目指してきたんでどうやったらそのお金持ちになれるかってことを学んだり考えたり試してみたりとかしてきましたで結果うんまあなんていうのかなあのビジネスという道を通るとお金持ちにはまあなれるよなというところが分かったのと商品を売るっていうことを ししななないい限りははお金持ちにはなれないし、まあ、商品を売る以上、まあ、人に見てもらわないといけない集めないといけない集客しないといけないアクセスしないといけないっていうことで何かしかの自分がここにいますよこんな商品がありますよっていうふうん、なっと思ったんですよでそうなると基本的に人見知りだとかね、うん、消極的だとかっていうのはもう全然やってらんなくって、うん、やっぱりね 30過ぎで人見知りっていうのも結構ね熱いなと思いますしそうではなくて、うん、より目の前の人の心の中に入っていけるように、うん、まあ頭を低くしてね心を開いて向かっていくものかなと思ってますね。だある意味その人見知りっていうキーワードを今回使いますけども人見知りっていうのは、まあ、ずるいのかもしれないですよね。 人見知りですって表現することもしくは自分がそう思うことによっていや本当に人見知りもいるかもしれないんでなんかねズバッとは言えないんですけども結局相手から何かしないとこっちからしないよっていう表現のあられなんですよね人見知りってのは先手で挨拶したりとか先手で人の痛みに気づいてあげられるとか先手で手を差し伸べてあげるっていう気持ちをみんながお互いにするとすごくいい世の中になるんじゃないかなとで、まさに情報発信っていうのは先手でああでもないこうでもないと 多くの人のお困りごとに一石を投じてね解決に向かっていただくためのきっかけ作りをしていることなのかなと思うんですよね、うん。じゃないかなと思うんですけどね。うん、いかがでしょうかね。うん、<laughs> それではいってらっしゃい。